こっちがメインストリートだ。昼は大した人手じゃねえがな。やっぱり本番は夜でしょうか。おーん、ますますクロスベルの歓楽街っぽいかも。Thank you.
Thank you.
番頃。相変わらずだな。盛りそうだな。でもどちらもいい表情をされてますね。お袋も水商売で稼いでたし、食うには困らなかったからな。若い連中にしょっちゅうおごってたから、そこまでじゃねえが蓄えもあった。ま、感謝してるぜ。馴染み客に押し付けられたガキを文句も言わず8年も育ててくれてよ。そうか。ってことは引き取られたのは結構小さい頃だったんだ。6年前に亡くなられて、その8年前ということは3つか4つ。ろくに覚えちゃいないがな。俺に言えるのは、面倒見が良くてどうしようもなくお人よしで、それでいて強い女だったくらいだ。飯まずで途中から俺が代わりに作るようになったのはご愛嬌だがな。そっか。いいお母様だったんですね。ちなみにお母さんは何が原因で？たちの悪い腫瘍だ。コロッといっちまったな。いつも人の面倒を見てた割には女神も見る目がねえっつうか。まあつっても巡り合わせだろう。アッシュ。だからやめろって。
いくらこの町が乾燥気味だからってそういう地面っぽさはいらねえんだよ。うまいこと言うじゃないか。そういえば峡谷地帯の中心だったな。ですがせっかくですし少し風を通していかれては。そうね、知り合いの人が掃除はしてくれてるみたいだけど。ああ、そうだな、ちょいとやっておくか。私に耳寄りな情報があるぜ。よーアッシュ、本当に帰ってきてたんだな。灰色の騎士様にトールズ第二の坊ちゃん、嬢ちゃんたちもようこそラクウェルへ。
発だ。ゴーゴね、はっせ
いいぜ。そんじゃま、次行くか。うなれ、螺旋撃。いくわよ。逃がさない。チャンス。もらっちゃう。行くぞ。行くぞ。そこだ。これです。任せろや。行くぞ。行くぞ。はっ。みんな大丈夫か。Thank you.
行くぞ。俺の番だな。行くぞ。行くぞ。私の番ね。セット。ガンダム。崩れた。いいぜ。任せろや。よし。よし。行くわよ。よし、これで大丈夫ね。お宝発見。行くぞ。せい。行くわよ。いいぜ。僕の番だな。任せろや。俺の番だな。はっ。私の番ね。よし。よし。行くぞ。はっ。よし、これで大丈夫だ。はっ。せい。はっ。速攻で決めんぞ。行くぞ。任せろや。はあ。行くわよ。よっ。行くぞ。行くぞ。見たか、マンダールの剣。遅い。よし、壊せ。行くわよ。逃がさ。崩れた。僕の番だな。そこだ。俺の番だな。チャンスだ。いただき。僕の番だな。アークス駆動。行くぞ。せい。行くわよ。よし。チャンス。もらった。とどめ。俺の番だな。崩れたぜ。いただき。させない。やっ。
負けられない。私の番ね。やあ、俺の番だな。ふん、崩れたぜ。いただき、意外とやるじゃねえか。よし、掴んだ。目視完了。トラップの形跡はなし。あるってば、なんかいつもよりやる気じゃない？まあ、ミリアムさんには負けられませんから。微笑ましいな。だが、僕の番だな。行くぞ。せっ、よーし、そこ、僕の番だな。任せろや。行くぞ。せっ、行くわよ。よし、これで大丈夫だ。せっ、はっ、さあ、かかってこい。崩れた、ここで。行くぞ。はっ、よし、これで大丈夫だ。
の番だな。行くぞ。行くわよ。よし。さてと。無流なく起動。行くぞ。はい。は。行くわよ。さてと。やあ。俺の番だな。はっ。僕の番だな。はっ。よーし。やあ。さてと。やあ。行くぞ。せっ。よし、これで大丈夫だ。せっ、いつでも行ける。そこだ。ここで決めんぞ。よし、打ちのめ。よし。崩れた。俺の番だな。行くわよ。や。俺の番だな。よし。チャンスだ。いただき。僕の番だ。私の番ね。はあ、チャンス。もらった。とどめ。意外とやるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃなさそうね。
行くぞ。はっ、いいぜ。はっ、チャンスだ。いただけ。僕の番だな。はっ、よし、セット、ストライカー、やっせ。はい。はっ、僕の番だな。いいぜ。行くわよ。崩れた。もらった。意外とやるじゃねえか。
しのめすぞ、クレイジーハント。こいつ前、影響しず我が僕の番だな。さあ、バカなる。これバカな。さあ先に進みましょう。それには及ばないよ。あの人はブレードに大型拳銃。まさかあの。遅い。こちらも行くよ。この乗り物は動力バイク。しかもあの赤髪の女は試練のバレスタイン。それにログナー校の即女か。覚えてもらって光栄ね。やあニーズヘッグの諸君、1年半ぶりかな。ギルドの永久など相手にしてられるか。ムントに王は戦域より離脱する。いや待ちなさい。結局何者なの？あんたたちが戦っていた正体不明の紫の両兵どもは。答える義務はない。だが貴様の想像通りかもしれんな。うん、大丈夫ですか？何でもないわ。やれやれ、もう少し強引に締め上げてやればよかったわね。
お二人とも助かりました。余計なお世話かとも思ったんだがね。ま、あの程度だったら鬼神を呼ぶまでもないでしょう。しかし君、背が伸びたわね。大人っぽくなっちゃって、この子の。本当にお久しぶりです。ちょっと不意打ちというか。お二人こそ。こらこら、いきなりドキッとすること言うんじゃないわよ。卒業してそちらの修行も積んだみたいだね。凛教官のトールズ本校時代のと言っても私は7組の所属ではなかったが。アンゼリカ・ログナー、トールズの出身で7組の先輩だ。君たちの教官の一人、トアの無二の親友でもある。よろしく頼むよ、子猫ちゃんたち。やはりログナー家のご息女でしたか。お久しぶりです、アンゼリカお姉様。お知り合いですか。割と以前からのね。ミューゼ君、殿下やエリゼ君から聞いている。いやはや、ますます可憐かつ小悪魔的になったじゃないか。いえいえ、アンゼリカお姉様もますます凛々しく麗しくなられて。二人が知り合いとは思わなく。まったく、たらしなのは相変わらずというか。ま、こっちもクロウサギ以外に見た顔がいると思わなかったけど。は、久しぶりじゃねえか。なるほどね、あんたが97の教官だったのか。え、知り合いだったんですか。前にギルド絡みでちょっとした縁があってね。それはそれとして、改めて名乗っておきますか。サラ・バレスタイン、旧7組の教官を務めていたわ。今は古巣である遊撃士協会に戻っているけど、よろしくね、新7組のみんな。久しぶり。その教官服も素敵じゃないか。さすが私のトアだね。もうあんちゃんってば。